ロシアによる侵攻が続くウクライナを支援しようと、先月大分市でチャリティーコンサートが開かれました。収益は全額、ウクライナからの避難者を支援している NPO 法人に寄付されることになっていて、今日別府市内で贈呈式が行われました。コンサートの主催団体から NPO 法人にチケットの売り上げ45万円分の目録が手渡されました。今現在進行形でまだ侵略が続いておりまして、苦しんでいる方々がたくさんおられます。こういったイベントをしてくださって、周知をしてくださってですね、収益を託していただけるということは本当に感謝に堪えません。寄付金は避難者の生活支援などに役立てられるということです。